卵卵卵ふわふわエッグヤザーの無敵テレビ。起きた。お、はじめまして。起きた。こんにちは。こんにちは。こんにちは。なんて呼べばいいの？サミットでいいの？いや、サミットって言います。あのさ、まあ、はい、あんな感じになったから喧嘩するみたいな感じで煽ってるけどさ、真面目に俺は最終的には分かり合いたいと思ってるからさ、そこだけは。理解してほしいなと思うんだけど。はい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 。あとプラス、こっちが今二人いるからさ、なんか、卑怯みたいになるからさ、誰か浪人の聞いてる人でさ、そうですね、入りたい人が入ってきて。この今コラボやってる人は何ですか、うん、エッグ矢沢さんの囲いなんですか。囲いとかそういうんじゃないけど、ただの気持ち悪い高卒。ただの気持ち悪い高卒。黙らせと言ってもらって。うん。いや、俺はみんなでやりたいわけよ。話しましょうよ、じゃあ。みんなでやりたいのよ、俺は。あ、じゃあ、このコーシリンってやつあげます。じゃあ、コーシリンってやつあげるんで。うん、うん。じゃあ、2対2で。あ、じゃあ、それでいこう。行きましょう。うん。やだな、俺、シルバーが味方とか。いや、じゃあ、最初、1人1対1でやった方がいい。まあ、いいよ、いいよ。まあ、聞いてろよ。なんかあった時に、どう思うっていうのも聞きたいしさ。うん。ちょ、コーシリン上がってくれ。甲子林はそういうの上がれるの？おい、花道、それはねえだろ。でこの甲子林ってやつは一応東大志望です、うん、東大志望で、うんうんうん、ああじゃあいいね。まあ一応浪人っす。何浪なの甲子林は？は、二浪っすかね。うん、まあ一浪の人だとさ、今回の話だと俺別になんとも一浪ぐらいはいいよって言ってるからさ。まあ、そうですよね、だから過労に対して生矢沢さんが、うんうん、まあ、いろいろ言いたい。全部の太郎じゃないけどな。全部の太郎じゃないよ。どういう太郎に文句があるんですか。まあだから今回のサミットみたいなさ、俺のことをオワコンだってきたじゃん。はい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 。そういうのに対して俺は別にオワコンかもしれないけど、何も始まってないやつに言われたくないよっていうことを言いたかったってことだね。わかった。更新来ないぞ。まあなの、まあでも、うん、まあ、でもエッグ矢沢さんは結構芸歴が長いわけじゃないですか、うん、多分ね、8年目になったのかな、まあ、深夜、うん、はい、8年目だね。まあ、でもそれで深夜に、うん、まあなんかキャスをやってて閲覧が20人とか、さすがには世間一般から見て、うん、まあ、芸人でなんかフォロワーが6000人もいるのに、うん、まあ、関わらずやっぱ閲覧20人っていうのはやっぱり、まあ、うん、まあ、普通芸人として向いてないんじゃないかと思うな。世間一般からしたらまあ普通じゃないかなって思うんですよ、うんうん、だから俺からしたら、世間一般からしたら4浪もして大学行けてないんだったらやめた方がいいんじゃないかなって思うのも一緒じゃないかなってこと。え、じゃあエッグ矢沢さんは芸歴今何年なんですか、うん、8年いやでも、まあまあまあ、その、うん、まあ、浪人と、まあ、その、やっぱりその、芸人っていう、まあ、仕事を、やっぱ一緒くたにするのは良くないと思うんですけど、うん、まあ、普通に考えたときに、まあ、確かに、エッグ矢沢さんは、うん、まあ、四浪もして、うん、まあ、四浪すること自体が、まあ、オワコンだと、まあ、おっしゃるじゃないですか。うん。あ、まあ、ごめん。一つ言いたいのは、あの時はそういう言い方をおっしゃったけど、まあ、これ、逃げみたいで嫌なんだけど、別に、真面目に四浪してる人は、オワコンだとは思う。ああ、基本的にはオワコンだと思う。ただ、いやだから保険はかけないでいいじゃないですか、じゃあ。だから保険じゃないって、これは。俺は、だから医学部とかさ、弁護士とかさ、そこを出なきゃなれない職業ってあるじゃん。はい。そこを出なきゃ弁護士とか医者にはなれないじゃん。弁護士に関しては別になれるけど、弁護士浪人ってことね、はいはい、司法浪人ってことね。はいはい。そういうのに関しては、でもさっきなんかエッグ矢沢さんもなんかさっきの YouTube で言ってたじゃないですか、うん、なんかその、うん、まあ、ある程度その企業によってはその、うん、
ある程度大学出ないと、うん、もう受験すらさせてくれないような会社もあるって、うんうんうん、でもそういう、うん、まあ、そのそういうところを目指してるからこそ多浪する人だっているわけじゃないですか、うん、その医者に限らず、うんうん、たださ4浪もしたら新卒ないよね確か、まあ、でも新卒採用ってなくなるよね、うん、いやそれはなんかあれですよ、大学出て2年後、うん、なんかその2年間ということで別に新卒がなくなるとかないんですよ、うん、なんか1回じゃちょっと会社とかの募集要項とか見てくださいさ、うん、それ書いてないですから、まず年齢で、うん、俺は別に行く気はないからさ、うん、俺らの時は言われてたのは、まあ、2年留年だから3年遅れると新卒なくなるっていうのは言ってたんだよね、はいはい、いやまあ時代は変わってるんですよやっぱり、うん、時代にね、何になりたいのサミットは。いやだから特にまあなんすかね、うん、特にこれになりたいとかはさっき言った、うん、まあ、医者になりたいとかないから、とりあえず、うん、まあ、ある程度その偏差値は高いと言われる大学に出てることに越したことないじゃないですか、うん、やっぱりあの選択肢の幅を広げるっていう意味では、うん、もちろんそれはそうだね。だからまあ一応4浪知るみたいなところあるんですけど、うん、どこを目指してんの今。まあそれはまあ総計とかす、総計で4浪ってどんぐらいいんの。いや知らないですよそれは。知らないですけど、さあ通ってない、通ってない人に聞く、いやいや、うん、通ってない人に聞くのがちょっと間違いじゃないですか。お前もだって俺にさ、あの就職活動俺してないし就職する気もないのに調べてくださいよって言ってたじゃん、無理してない。だからその違うんですよ、だから新卒がなんか2年でなくなる云々みたいな、うん、なんか無責任な発言をしてたから、うん、で調べてから言ってくださいってことですよ、うん、それはそうなるじゃないですか、うん、自分調べて、ここに書いてあるよ、浪人留年含めて3年が限度みたいな慣例にはなっている場合がありますとは書いてある。だからなんかその企業とか その募集要項とか一回見てくださいよ、うん、じゃあ何でもいいんで、うん、そこに年齢制限があるかもちろん書いてないよ、書いてないよ、それはだってさ、なんだっけ、そういう募集要項にそういうこと書いたら問題になるから書かないけどさ、普通は取らないだろ。いやいやいや、相当な労力かなんかない限り、まあ、うん、確かに書いてる企業とかあるじゃないですか、うん、でもまあでもほとんどの会社はそういうのは書いてない、うん、ありますよ、うん、ああ書いてることは書いてあるんだからさ、年齢制限を設けて、うん、年齢制限を設けて募集してるところもあるんですよ普通に、うん、うんうん、まあでも書いてないところはほとんどなんで、まあ、間口としてはあるじゃないですか全然、うんうん、もうそこになんか年齢制限があった時点でもうそこでは応募できないから、うん、っていう話ですよ、うん、てかさ4浪してたこと、4浪してることに対してさ負い目みたいなないの。え、じゃあ逆に8年も芸人をやってて売れないことに対して負い目とかないんですか、うんうん、ないよ俺は。それでもやりたいことやれてるからね。質問に質問で返さないでさ、まずは答えろよ。いや別になんかまあ普通にその、うん、さっきもなんかまあエッケ矢沢さんも言ってましたけど、うん、まあそのやっぱりその なんていうんですかね、まあ一浪でもそのエッケ矢沢さんみたいにまあ整形とか行くよりは、うん、まあまあ これはあくまで個人的な感覚ですよ、個人的な感覚ですけど、うん、まあその一浪で、うん、その整形とか行くよりはまあそれはなんかまあ多浪してでも、うん、まあ、まあ受かるその多浪したからってその受かる保証があるとは言わないですけど、うん、まあ、それなりにそこなんだよな偏差値が問題は、うん、受かってから言えよって思っちゃうわ、それは大学に行ければいいかなっていうところですよ、うん、まずだから大学だけで俺が芸人同行を抜きにしたら、俺は一応大学は一浪して成蹊大学行って卒業はしたから留年もしたけどね、まあ、だからそこだけの感覚で言うと、まずは受かってないのにさそんなこと言えなくないって思う。もちろん感覚的には成蹊大学よりも上の大学行った方がいいのかもしれないけど、ただ4浪したらさ、4浪して早稲田だったら総計だったら成蹊で1浪の方がまだ俺いい気がしちゃうんだよね。はい、まあそれは個人的な感覚なんで、ね、うん、そうそうそう、はい、そこは個人的な感覚だから、そこに関してはどうこう言うのはまあ議論として良くないけど、うん、でもまあ受かってないからさ、俺は一応受かって芸人を始めたっていうところで言うと、うん、はい、芸人を始めてるっていうことで言うとスタートは切ってるわけよ。君の場合はまだ大学にも入ってないからスタートも切ってないじゃん。
いやでも大学に行くっていうスタートは切ってる、うん、大学を目指すっていうスタート切ってるじゃないですか、うんうん、入ってるけどそれまだゼロじゃん、いくらもがいてもゼロじゃん。まあでもそう考えたらそのエッグ矢沢さんもその芸人っていう、うんうん、まあ、うん、その界隈っていうかそのくくりの中ではまだもうスタート切った、うんうん、切ってないかっていうか、ゼロではないんだよね。実際ゼロではないんだよね。テレビ出てるよ。お金は一応稼いでて、テレビにも出たことがあるし、今度もまたテレビに出るけど、ゼロではないんだ。1位ぐらいはあるんだ。そこは違うんだ。なるほど。うん、ゼロではないから。でも、うん、でもその慣れてはいないよ。底辺だよ。それは認めるけど、うん。はい、はい。いやでもその、ただゼロと1じゃ全然言葉の重みが違うなってこと。俺が思うのは。いやでも例えば、まあ、まあ僕確か4浪目なんですけど、うんうん、まあでも4浪でもそう なんていうんですかね、うん、まあ、まあ、変な話、まあ、これもなんかまあちょっと言い訳みたいになる、うん、なるけど、うんうん、まあなんですかね、一浪でもまあ正直別に受かる大学は別にあるわけじゃないですか、うんうん、だる、だからそういう面で言えば、あ、そうです、そうです、うん、だから一浪でも別に受かった、うん、その受かる、なんかそのなんていうんですかね、まあ行ける行けた大学はあったってことね、まあそうです、うん、行ける大学は、まあ、あったわけですよ、うん、で受かったのどっかはちゃんと、まあ、そうす今まではあ、そうです、別に全員受かったことはあるでしょ、ずっと、うんうんうん、受かったことはあるので、まあ、その時点で、うん、ゼロではないじゃないですか、うん、そのエッグ矢沢さんが言うように、うんうん、ただ通ってないから、まあ、そういうことです。まずそれをね、浪人生去年もそれ言ってるやつがいたんだけど、全部落ちたわけじゃないって言うんだけど、はい、入ってなかったら意味がないのと、あと卒業しなきゃ最終学歴にならないってことなのよ。はいはいはい、分かる？なるほど。入って卒業してたら初めて大学卒業になるわけじゃん、はい、中退だったらそれは学歴にならないし、あれにも書けないじゃん、なんだっけ、履歴書とかにも書けないじゃん、はいはい、うん、はい、そこのことは思うんだよね、うん、だから俺が思うのは、今の時点では別にサミットがさ、その4浪しようが5浪しようが行きたい大学があるって言うんだったら、それは正しいと思うんだ。はい。ただ、その時点でさ、今やることがあるのにさ、俺のことを叩いてきたから、はい、叩いてきたっていうか、まあ気分は良くないじゃん、オワコンって言われたら俺も。それはわかるでしょ？まあまあ、それはわかります。それはまあ、確かにまあ、うん、申し訳なかったとは思います。それについては。うん、だから俺はそれに対して、はい、4浪の方がオワコンじゃねえかっていうことを返したの。どっちの方が始まってるかっていうと、さっき言った0と1で言うなら、浪人生の方が0じゃないかってこと。浪人にコンテンツ力求めるのはあれなんですけどね、うん、てか まずその最初 その何ですか、僕がその芸人としてオワコンってエッグ矢沢さんのことを言ったことに対して、うんうん、そのまず浪人を引き出してくるのがちょっと論点ずれてないですか、まず、うん、たまたま君を見たときにさ、それを見て、はい、そんなことしてる暇あったらもっと勉強した方がいいんじゃないと思ったのと、四、はい、浪もしてたら人生終わってんじゃないのかなと思っちゃったんだよ。でもこっちからしたら、その 8年も芸人をやってて、うん、講師輪さ、喋んだったらもっとはっきり喋ってくれ、気持ち悪いから、はいはい、なんか笑い声が不快だからさ、喋んねんだったら落とすからさ、違う人入ってきて、はい、うん、講師ちゃんとお前普通にこっちのお前なんかちょっとサポートみたいな、うん、仕事をしろちゃんと、閲覧が今増えてるとこが、うん、もういらないなこいつ、なんて名前こいつ、いやちょ音ないから、ちょっと次の人探すんでしょ、うん、次の人まで、うん、気持ち悪いわこの灯台、ごめんなサミット落としちゃって、うちのも黙ってるから、うちのも黙ってるからさ、何も喋んねえから、じゃあもう1対1でいいじゃないですか、もう、うん、じゃあシルバー落とすぞ、うん、ジャミングムーンどこまで話したっけ、だからその論点がずれてるって話ですよ、うんうん、別に俺はずれてないと思う、俺は芸人、君は浪人生っていうとこでさ、はい、俺は話したつもり、君の職業は浪人生じゃん、まあまあそうですよ、俺の職業は芸人だから、でも4浪に吸ってくるわけで、うん、まあまあまあ、うん、その、まあ、芸歴だからさっきも言ったように、うん、芸歴とその浪人は一緒くたにしていけないですけど、うん、でもまあそのなんか僕の4浪に吸ってくるってことは、まあ、その、うん、
なんていうんですかね、エッグ矢沢さんも、うん、まあ、まだ全然、まあ、売れてない立場じゃないですか、うん、芸人としては、うん、芸人を目指してるのに、うん、目指してるわけじゃない、なってるからそこが違うのよいやでもまあ全然まあまだ全然知名度がない、うん、知名度がないけど、まあ、芸人さんは知名度がないけど、はい、ただ金は1円以上稼いでて発生してるわけよ、生産性があるわけ、はい、今君がやってることは1円も稼げないし生産性がないじゃん、わかる？まあそうですよね、それ全然違うじゃん。でもそうしたらまた論点ずれてきませんか、うん、その金を稼げるか稼げないかみたいな話になるじゃん、うん、だから生産性があるかないか、わかる？生産性ないじゃん、はい、君4年間浪人しててでこんなことしてるわけじゃん。まあまあまあそうですね、生産性がまずなさすぎてっていうことを俺は思うわけ。そのさ、なんかヘラヘラ笑ってさ、照れ隠しなのかさ、ああ余裕ぶってんのか分かんないけど、やめなそれ、ああ話してるときに。いや、じゃあ論点がなんか、うん、どんどんなんか最初からずれてるなと思って、うん、ビッグヤザさんの、うん、俺は別にずれてると思わないな。そんな生産性がある、うん、あるかないかなんて一個も言ってこなかったじゃないですか、うん、ツイッターで。そんなツイッターで長文書いてないからね、ただ単にああ言われたからそれに対して皮肉を込めて返しただけだよ。なるほど。うん、だから俺が分かってほしいのは、君が何かを言う立場じゃないっていうのと、何かをやってる人をね、もう始まってる人をね。だからその大学受験っていう段階では別に、うんうん、その生産性ある なしとか関係なくその、うんうん、一歩は踏み出してるじゃないですか。だからエッグ矢沢さんもその芸人としての一歩は踏み出してるわけで、うん、まあ、そこは別になんかその、うん、なんていうんですかね、お互いも、うん、なんかないじゃないですか、その。いや、なくないよ。君はずっとさ、足踏みしてる状態なのよ。こっちは地道にでも進んでるわけよ。いや、それは自意識過剰ですよ。自意識過剰じゃないよ、芸人として、うん、だってじゃあその 日本のこの1億2000万人ぐらいの中にエッグ矢沢っていう名前を知ってる人どんだけいるんですか。じゃあもう登録者が4万人いるから YouTube の中で4万人はいるだろ。4万人ですよ、4万人、うん、君は何人知ってんの。じゃあだからその論点が違うんですけど、僕はその自分の名前を、まあまあそのなんていう、自分のそのまあ芸名とかで別になんかその、うんうん、まあ、サミットっていう、うん、まあ、そのハンネルやってるんですけど、うん、まあ、それを別になんかその 全国とか全世界に別になんか広めようと思って活動するわけじゃないじゃないですか、うんうん、だから4万人いるのはさ十分じゃないと思う、今の時点で。芸歴8年でですか、うん、いやまあでも そんな、なんかさっき浪人がうんぬんとか言ってくるけど、芸歴1年で別にテレビデビューで全然レギュラー持つ人っているわけじゃないですか、うん、俺もだから1年目でレギュラーもあったわけよ、テレビのね。はいはい、それはもう終わってるけど、とっくに自分が実力がないからね。だからそれは過去の栄光じゃないですか、うん、過去の栄光をね、過去の栄光だけ だ、まあ、過去に実績があるわけよ君は実績がないわけ、わかる。でも、まあ、結果的に終了してるから意味ないじゃない、うん、終了してるけど君はまだ始まってもいない、何かを経験もしてないってことよ。大学に入ってね、浪人生っていう職業で肩書きでね、そこが違うってこと。何かを生み出してる人間と何も生み出してない人間ってことよ。いやでも、うん、別になんか合格したっていう実績はじゃあそういう意味ではある実績は残してるじゃない。でも言ってないじゃん。だから言ってるか言ってないかって、なんかね、浪人生の気持ち悪いのがそこなのよ。卒業してから言ってくれって思う、うん、入ってから言ってくれって思う。まずは入ってから言わないとさ、受かったけど言ってないわけじゃん。だから浪人っていうのはその、うん、入る入らないじゃなくて、うん、合格するために浪人するわけだから、うん、君はだからさ、卒業するために浪人してんでしょ。合格して最終的な目標はまず卒業でしょ。遠い目標ですよ。でも身近な、うん、目標はやっぱ受かるためじゃないですか、うん、で受かって入んなかったらそれは無意味なんだからさ。いやでもそれも一つの実績じゃないですか、うん、でじゃあ レギュラー続いてない時点でもそれ一緒じゃないですか、うん、でもだからやったことにはなるよねってこと始めて終わりまでやってるわけよ。だから受かったことと一緒じゃないですか。全然違うよ。俺はだって、なんですか？オーディションを受けて、オーディションを受けて、辞めますじゃないからね。オーディション受かったけど、蹴ってやったぜじゃなくて、出て終わってるんだよ。ちょ、一人上がらせていいですか、うん、いや、いいよ、上がんなくて、君だけで。上がんなくていいですか、うん。1対1でやろうって言ったのは君だろ。まあ、そうっすね。うん。もうビビってんのか。いや、全然ビビってないです。うん。まずは、自分が、はい、
何もできてない人間だってことは俺認めてほしいなと思う、うん、俺も全然できてないよ。でもゼロではないってこと。だからこっちもゼロじゃないんですよ、うん、別に。だから受かったけどさ、行ってないからゼロなんだ。今何なの君の職業っつったら、その論点がおかしいですよ。だから、うん、その大学に受かったけど行ってないか行ってないか、うん、行ってないか否かっていう話じゃなくて、うん、受かるっていう実績があるじゃないですか、うん、だから君はだからさ、受かることが目的でやってるわけじゃないじゃん。大学入学することが目的でやってるわけじゃん。だからそれは遠い、遠い目的じゃないよ。遠い目的じゃないよ。そんなこと言ってんだったらもう浪人やめろよ。遠い目的じゃないよ全然。君は入学して卒業するためにやってるわけだろ。だって予備校からしたら、うん、まあ、普通にまあ浪人って言ったらもう普通に大学を受からせるためじゃないですか、うん、もうその入学するとか別に卒業するとかも関係ない話で、うん、それはだから浪人っていうのはまず合格するために行く、いやなんか普通になんかその、うん、だからもうさ、君のさ目的自体がずれちゃってんだよね。ベテランの浪人生の感じを見てるとさ、そこなんだよね。入学してさ、いい大学に入学して入っていい職し、いい就職するって言ってんだけど、ただ単にさ合格したことをさ実績って言ってるけどさ、入ってなかったら意味ないじゃん。じゃあその人はレギュラーも続いてなかったら意味ないじゃないですか。でも始まってるってこと、入学はしたんだよ大学で例えるなら。だから合格、うん、その、じゃあどうなったら合格、どうなったら合格なの。番組がワンクールのレギュラーを持って、それ芸人にとったら成功なんだよ。始まってるしお金ももらったしね。え、でもまあ、うん、帯つくとかレギュラーを何本も持つとか、うん、その番組だけに関して言えばだよ。 でも、うん、帯とか全然ついてないんですよね、うん、ついてないよ全然。全然ついてない帯は。じゃあ別に、じゃあ そう言ってしまえば別に全然実績じゃないです、うんうん、だから成功ではないけど、合格したことが成功ではないけど、大学に例えるんであれば入学をしたってこと。入学をして、まあ、卒業したのか中退したのかはこれ分かんないけど、一応最後まではやったってこと。番組って別に一生続くもんじゃないからさ。まあまあまあ、うん、だからそこに関しては大学で例えるならね、君が今、浪人生っていう立場で俺は芸人っていう立場でそこを比べて話すとね、はあ、そこが違うんじゃないかってこと。わかる？君が何がしたいのかってことよ。合格したいだけじゃないじゃん。合格したいのは当たり前だよ。入学したいわけでしょ、早慶に。まあ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 、うん、でもまあ先の目標としてはそれが合格じゃないですか、うん、まず合格しないと まず何も始まらない。もちろんだよ、合格したいんじゃなくて入学したいわけじゃん。本質的、本質が間違ってるよね。合格したいんじゃなくて入学して、君はだっていい会社に行けるために早慶目指してんでしょ。4浪して早慶目指してんでしょ。だからまあそうとは、うん、石川にそうとは言えないですけど、だからその、うん、なんていうんですか、まあ別に将来になんかその、うん、なんていうんですかね、うん、僕そのこれというその目標とかがないから、定まってないから、うん、まあそのなんていうんですか、ね、普通の大学生だったらさ、この4年間でさその目標を大学入って決めてるわけじゃん。だから俺は前回去年の浪人生とこういう話をした時に言ったのは、エフラン大学で卒業した方がまだ上じゃないって話をしたの。卒業してる時点でね、22歳で大卒、エフラン大卒と22歳で四浪目だとさ全然違くない？大学4年生か、エフラン4年生とさ、四浪目じゃ全然違くないってこと。エフランで4年生の方が上じゃないって思うの俺は。いやだから、うん、なんですか、その大卒っていう資格を得るか得てないかっていう論点で言えばって話ですか。まあ大卒じゃないけど、普段の言ってたとしても今4年生だから、君4年生でしょ年齢的に。まあまあそうですね、うん、な何をしてんの、勉強してるの、こんなことしててって思う。もともとの問題は24時間だってそんな、うん、してない、してない、24時間勉強、うん、しないけど、君ツイッターめっちゃしてたからさ、ツイッターめっちゃ書いてるからさ、それでさあ24時間できるんですかってへりくつ言ってる前にさ、まず勉強しろよと思う。そうじゃない？まあそうですね、うん、だから俺それが気持ち悪いんだよね。俺らの頃そんなさツイッターとかもなかったからさ、だからそれはネット環境がないから、うん、やっぱ時代が違うじゃないですか、うん、あるけどやりすぎじゃないって思う。俺らと他の遊びはしてたよ、浪人生だってさ、玉の息抜きでさ例えばなんか遊び行くとかもちろんするけど、
あんなに慣れ合ってさ、慣れ合っててなんか俺らの頃四郎ってもっと恥ずかしいもんだったけど、今なんかそのさ、なんていうの、太郎してるやつらが慣れ合ってて、慰め合ってて、傷の舐め合いしててさ、でこの時期になるとこうやって暴れるわけよ。去年もそうだったんだけどね。暴れてないじゃないですか。なんか、その突っかかってきたのはエッグ矢沢さんの方で、うん、最初にお前が俺のことを言ってきたから俺は言い返したのよ。いやでもですね、これが例えばなんかもっと、うん、なんていうんですか、著名な芸人とかだったら絶対、うん、その一人のなんかその意見なんて全然無視するわけですよ、うん、いや無視しない人もいるよ。それ君が書いてたさ、淳さんの悪口言ってたけど、ロンドンブーツのさ、淳さんだってファンに個人的に DM 送るぐらいだからね。まあそうですね、うん、だから別にそういう人はいる。宮迫さんだって返してたよ、うん、それはその賛否両論あるのも覚悟してすら、うん、メディアとかに、あ、もちろんあるよ。だから賛否両論来るのは覚悟してるけど、それに対して黙ってなきゃいけないっていうルールはないから、俺はだからそれに対して何言ってんだこいつと思ったら返すってことよ、返事を。もちろん全部に返してるわけじゃないよ、基本的には無視するけど、全部が全部じゃないけど、君の場合は去年の今頃同じように浪人生とこういうことがあったから、ああまた浪人生やってんだなと思った。去年のことがあったんじゃない、浪人を使って、うん、浪人を使って売名してるってことですか、うんうん、あ、そう取られてもいい、それもあるよ。今回人数も集まるだろうなと思ってさ、去年俺はそんな気なしに、あのただ単に浪人について書いたのよ、ツイッターに。したらこういうことになったから、あ、今回もバカどもが集まるだろうなと思ってやってみたら、案の定集まってきたから。だってエッグ矢沢さんの自爆で117人とか集まらないですもんね、うんうん、まあ、普通は集まんないね。普通はまあ多くても30人40人だな、うん。だから成功じゃん俺。君笑ってるけど、まあ、売名っていう意味ではね、うん、そう、売名っていう意味では成功しましたね、じゃあ、うん、だから俺はそれでラッキーだよ。それでラッキー、俺はそれでもう俺の中では正解だよ。もう言うことない、笑ってるけど。じゃあ普通にコメントが回ってきてるんですよ。いいよコメント読まなくて、君と俺の話だから。もうコメントに逃げなきゃ話せないんだろ。いや別に逃げてないじゃないですか。だからさっきからだから、うん、エッグ矢沢の論点が全然毎回ずれてるから、うん、それについて指摘してるんですよ、うん、最初その、うん、なんていうんですか、生産性があるからっていう、うん、なんかその論点じゃなく、うん、言い回しじゃなかったじゃないですか、僕になんか、うん、その引用について送ってきた時は、うんうん、あの一文の中に俺の全部が入ってるわけないじゃん。まずそんなの分かるよね。いや、それ、まあそれは、うん、だから今それを説明してんの。それに対してそれで論点がずれてるは違うじゃん。あの一文じゃ全部説明できてないから今説明してんの、うん、そこだね、うん、どう？だからその生産性っていう意味では別にそれは浪人がなんていうんですかね、うん、まあその劣ってるってことはそれは認めますよ、うん、それは、うん、まあそれは事実じゃないですか、うん、そのまあ一句矢沢さんが言う、うん、そのなんていうんですか、その金を稼ぐか否か、まあ金って言ったらさ、まあそれは金ってさっき俺言っちゃったけど、金ってよりは何かをしてるかしてないかってことだな。ああ何かをしてるかしないかだったら、うん、浪人だって別に合格してるから別にそれは、いやだから合格してるは俺の中では認められないってことよ。俺の中ではね、それは悪いけど、他の人はどう思うかわからないけど、せっかくは一般的に見てさ、合格しましたっていうのはさ何にもならないじゃん。合格したけど言ってないんだったら、それじゃそうだろ、わかる？はあ、え、じゃあそのさっきの生産性っていうのは、うんうん、なんですか、金じゃなくて、じゃあどういう、まあ金も全部含めてもあるけど、金だけじゃなくても何かのためにというかさ、何かを動かしてるとかさ、そういうこと、何かを生み出してるっていう意味でさ、俺は別に全然売れてないかもしれないけど、浪人は、うん、浪人はその合格っていう、うん、合格するために浪人してるんだから、うん、その合格っていう、うん、一つの勲章を得てるわけじゃないですか、うん、それを勲章と思っちゃダメだ。レギュラーでも何でもない、それは受かったんだって、受かったけど行かなかったっていうのは何の自慢にもならないけど、浪人生はさ、それを自慢げに語るわけよ。大学入ったら分かるわ、それ。大学入るといるんだよ、俺何々大学とか A 判定受かってたけど
落ちちゃったから今回はいやいやここ来たとかいうやつがいるんだけど、それって受かってないじゃんっていうのと一緒なの。今サミットが言ってんのもそれと似たような感じなんだよね。俺の耳にそういう風に聞こえるんだよね。うん、わかる。え、でも受かったら入れるっていう、うん、なんかその選択肢が生まれるわけじゃないですか、うん、でも入ってないから宝の持ち腐れだよね、うん、使ってないんだから。その道具を手に入れても使ってないわけよ。使ってなかったら持ってないのと一緒だからさ。でしょ。俺が超面白いけど、超面白いけどテレビが使ってくんねんだよって言ってんのと一緒よ。わかる。受かってるだけで結構違いますよ、うん、でもだから浪人生の中ではそれは通用するかもしれないけど、浪人生相手じゃなかったら通用しないよ。浪人っていう世界の中での話ですよ、うん、だから今俺にそれを話してるから俺には通用しないよってこと。俺は浪人生じゃないからね。じゃあまず、うん、なんでなんかその浪人とその芸人をじゃあ比べることが間違ってるんじゃないですか、うん、じゃあ。いや別に間違ってると思わないな。人として俺よりお前の方が劣ってるからそこの何かをしてるかって意味ではね、何かを生み出してるのか何かをしてるのかっていう意味では俺は劣ってると思ったから、そんなやつに言われる筋合いねえぞっていう話をしたの。うん、まず浪人っていう世界自体が俺はないと思うわ。もともとはそれブーメランじゃないですか、うん、自分も浪人経験してるんだから、うん、違う浪人っていう世界なんてないよってこと、うん、浪人っていう職業自体がないわけだから、浪人生は無職っていうことだからさ。職業だと思ってないですけどね、うん、別に。じゃあ無職だろ、そしたら。いやでも学割聞くし、うん、それはたまたまそのさ河合塾とかそういうとこ行ってるからだろ。でかい4年間さちゃんと勉強してきたの。どこも入ってないの。仮面浪人したとかさ、入って辞めたとかなんもないの。もう仮面は一時来てましたよ。どっか入ったの。だから実質、うん、そうですね。その時は何代入ったの。それは前フランスよ。何年生の時に。いや一浪してフランに行ったってこと最初は。まあまあそんな感じです。その時どうだった、入ってみて。最初から仮面するつもりで行ったの。まあまあそうですね。最初から仮面するつもりで行ったんだ。まあそうですね。でいつ辞めたの。何年生の時辞めたの。普通1回の終わりっすよ。単位取ってないってこと。まあそうっす、そうっす。で受かってないのになんで仮面したのに辞めたの。その大学通わなかったの。普通仮面ってさ、いやだからその保険のためだから保険かけるわけじゃん、はいはいはい、いいとこ行きたいけど受かんなかったらこの大学に行こうって思うから仮面するわけじゃん。まあそうっすね。なのになんでそのエフランの大学続けなかったの。だからそれは、うん、だから自分の中でその留年っていうそのリスクが大きいと感じたからですね、うんうん、だったらもっとそのエフランもちゃんとやっとくべきだったんじゃないかなと思う、入ったんであれば。うん、志望校じゃないからだろって来てるけど、志望校じゃないなら入るべきじゃなかったよね。一番それ無駄じゃん。いやだから保険ですよ。仮面なんてまず保険で入る、うん、だから保険で入ったのに、保険で入ったのにその保険捨てちゃったじゃん、使わずに。まあそうです、うん、だから意味ないじゃん。偉そうに保険とか言ってるけど、その保険入っといて使ってないじゃん。金だけ払って100万ぐらいじゃないよな、200万ぐらいか。入学金って100万ぐらいしたっけ大学。1年100万ぐらいだよ大学で。入学金も100万ぐらいだろ。それでもう200万ぐらいだろ。いや入学金100万もかかんないです。いくらだっけ。50万ぐらいするよね。でもいやまあ僕のところは普通28万とかそんな感じでしょ、うん、まあじゃあ1年で100万ぐらいかかったろ。まあまあそんな感じでプラス、あ、うん、でもはい、あ、いいよ。まあまあそんな感じ、そんな感じです。でそ、まあでも、うん、まあ授業料が50とかだったんで、うんうん、まあ70、まあまあ100としよう、計算がめんどくさいから100で、その後4年間は、通ってんのあれに、予備校に。いや昨日、去年は普通に学童みたいな感じです、うん、俺ね、これちょっとさ、別にあの喧嘩じゃなく普通に聞いてほしいんだけど、俺今年から行ってんでしょ、予備校に。いやまだ行ってないですけどね。いやごめん、まだ行ってないですけどね。もうそろそろだから行き出すんでしょ、今年は。まあ、多分はい。だからなんか俺ね、拓郎マジで進めないわってここの見てる人にも言いたい。拓郎は、いやまあそれは、うん、それはそう、もちろん人によっては行った人いる。先輩で拓郎した人で上智大学行ってた人がいたから、
俺拓郎なんていいの大丈夫なのかなと思ってたけど、その人はもともと頭も良かったしすげえ真面目な人だから拓郎で行ったけどさ、でも拓郎って基本的に拓郎しててさらにさこんなツイッターとかやっちゃうようななんつうの精神力じゃ無理だよなと思う俺。それ思わない？まあまあ確かにそうですよ、うん、だからこれ見てる人で拓郎してるんだったら拓郎ですごめんなさいって書いてあるけどさ、俺だから別に浪人生を責めたいとかさ本来はそこじゃないのよ。ただ浪人生にこういう経験があったよってことをまず伝えたんだ一番最初。その説明をちょっとさせてもらっていい？知らない人もいるかもしれないから。いい？サミット君。はい。まずさ、俺は一浪で成蹊大学入ったわけ。それで別に、まあ、AO ですね、うん、AO、 AO っていうのが大事なんですよ、うんそうん、はい、またそれを言うけどさ、 AO だろうが何だろうが入っちゃえば同じだからさ、わかる？まあまあ、まあ、うん、指定校もさ一般もさ AO も一芸入試も全部一緒なわけよ。うん、 AO で入ったやつを叩いてる大学にも入ってない浪人生一番ダセえじゃん。それ分かった方がいいよ。うん、入っちゃって卒業すれば一緒だから。どっかで言うときに成蹊大学法学部法律学科 AO 入試なんて書かないからね。書かないじゃん。それは分かるよね。まあまあまあ、だから AO 入試をバカにしてる時点でなんかもう情けねえなと思う。慶応だってさ、あの早稲田は知らないけど AO とかあるでしょ、君の目指してる慶応。早稲田もあるよね、一芸入試かなんかあったよね、学部によるかもしれないけど。まあまあ塾内とかありますね、うん、だから全然それで入ってきた人をまずは同級生に言われるならまだしも、入ってない人がさ見下すっていうのはなんか違うなと思うわけよ。うん、まあそれでとりあえず成蹊大学受かって一浪して入ったわけで、まあ最初はちょっとまあ浪人してるからさ、なんかちょっと後ろめたい気持ちがあったのよ、馴染めるかなとか、現役がめちゃくちゃ、はいはいはい、多かったらどうなるのかなと思って。でもまあ浪人は結構多かったんだ、俺の体感では4割ぐらいいたんだ法学部に関しては。だから全然なんともなくて普通に慣れて、結構一浪の人多いんだなと思ってたんだけど、二浪の人とかもいるわけよ。三浪とかね、めったに三浪はいなかったけど、二浪は何人かしか会ってないけどさ、その二浪の人たちに会うとね、はいはい、なんか暗かったのよ。二浪で固まってんの、三浪とかで。中には一浪で固まってる。一浪で固まってる。そうそうそう。はい、すげえ、言い方悪いけど、そいつらはそいつらで楽しかったのかもしんないけど、なんか俺、すげえかわいそうに見えちゃったのよ。で、俺の入ってた部活に、二浪のやつとかが来たんだよ、後輩で。俺が2年生になって1年生としてね。それですげえ浮いちゃってて、結局やめたのよ、部活を。だからそういうことになるから、俺は、一浪ぐらいなら全然、気にすることない、頑張れ。でも二浪になると、そういうとこ、そういうこともちょっとあるよって。で三浪になったりするともっとある。で、仮面浪人なんかするともっと変な目で見られるぞ。だからみんな、納得いけるようにはしてほしいけど、そういうことは考えて浪人をした方がいいよってことを、アドバイスのつもりで書いたのよ、俺。ツイッターにね。で、俺のファンの子が一浪して大学受かった時で、ちょうどおめでとうっていう話をしてたのよ、相談とかされてたから。だから、それでおめでとうって書いたついでにそれも書いたら、その俺のファンの子は、良かれと思ってリツイートしたのよ、多分。いい言葉だと思って。それ最後、その後にさ、ちょっと炎上したから謝られたんだけど、そんなつもりじゃなかったって。だから、なんつうのかな、そういう気持ちで俺はアドバイス的に言いたかったんだけど、それが炎上して、芸人黙ってろ、売れてねえのに黙ってろってことを去年言われて、それでまあ去年もこういうようなことをしたわけよ。まあちょうどいいなと思って、エイプリルフールの時だったからそれも利用してやったんだけど、だから俺は浪人は悪いと思わないけど、浪人するんだったら浪人するなりの気構えちゃんと持って真面目にやるよって思うんだよね、こんなことしてないで。で、人のことなんか叩く前に自分は何者でもないってことを理解しろよっていう。俺も何者でもなかったしね、浪人時代で。警察行ってチャリンコ盗まれた時、被害届出したら無職って書けって言われて、無職ってなってさ、絶望したからさ。だったらみんなもっと頑張ってやればって思うってこと。以上です。どう、これに対して何か思うことある？もう一回言って、ちょっと聞いてなかった。ちょっとコメントずっと読んでて、うん、聞いてなかったっす。じゃあいいや、お前もう
ダメだな、もうお前。四浪目も総計無理だな、多分。いや、勝手に決めつけないでください。うん、もう話すの負けちゃうからやめとくか、お前。なあ、聞いてなかったですってさ。話になんないじゃん。だから別になんかその、うん、なんですかね、うん、別になんかまあ。うん。そのさっきの言い回し的にその、うん、まずですね、まずその、うん、芸人と、うん、浪人を一緒にすること自体がおかしいんですよ、うん、なんかその僕に突っかかってきた、うん、じゃあ別にしていいわ、別にしていい、別で考えたとしても四郎はクズだよ四郎でこんなことしてるやつはね、うん、それ間違いじゃないじゃん、自分でそう思わない、まあ、それは別に間違いじゃないですか、うん、俺も売れてないかもしんないけど、だからお前も人のことなんかあんなこと言わなくてよかったんじゃない、オワコンじゃんって、自分も終わってるような人間なのにさ、始まってもいないしさ、あんなこと書かなくてよかったんじゃないと思う、どう。いやいや、だからその、うん、芸人としてだからその、うん、さっきも言って、四郎ってその年齢について、うん、その年数について、うん、その何ですかね、大学受験を始めてからの年数についてのその、うん、結果っていうか生産性が足りないっていう話をされてるじゃないですか、四郎、うん、っていうのがダメ、なんかその何ていうんですかね、生産性がないんですよね、うん、だそれだったらその芸歴8年だったらその8年なんですかね、まあ浪人、まあそのさっきも言ったけどそのなんか、うん、全然話はなんかなんすかね、一緒にしちゃダメだけど、うん、その芸人として8年やってんのにそれなりに実績を残してないわけだから、うん、だからもうお前が別にしよう、別だって、だからもう別で話してんのよ、うん、ただそれに対しても、はい、俺が例えば4年四浪終わってんなって言ったら、お前も多分さ、この浪人生たちもね、芸人で8年もやって売れてねえのに偉そうなこと言うなって言うわけよ、ここに書いてあるコメントとかもそういうのが多いけどさ、その時点で別になってないんだよね、わかる、俺は今別で話そうっつってるけど、はい、君らの方も別になってないのよ俺は芸人でテレビ出たこともあるから浪人生クズだって最初に言ってるわけじゃないのよ、君たちが俺が浪人について語ったら芸人で売れてもねえやつが語るなって言ってきた、それが今回も同じことをしてるんだよね、別だ別だって言うけど、うん、別だ別だって言うんだけど、全然別じゃないようにしてるのは浪人生の君たちだよねってこと、わかる、はい、まあそんぐらいかな、俺が言いたいことは今のところ、もうこんなことしてないで勉強しろよと思う、うん、どう、まあそのまあその勉強しろとかうんぬんに関してはまあ別に、うん、まあそれはいくらそれか、それはなんていうんですかね、うん、まあそれは正論だと思いますよ、それは、うん、まあ確かに、まあツイッターとかやってるし、うん、新入式じゃなくて入学式か、入学式のさ画像とか晒してさ、君なんかミサイル落ちろみたいなこと言ってなかった、はあ、なんでそんなツイッター、うん、それはネタじゃないですか、そんな、いやネタだけどさ、気持ち悪いなって思うのよ、うん、ネタでも書くなよって思う俺は、うん、妬んでんじゃんそれを、いやいや、ね、ネタにしてるけど別に、ね、ネタ見とかだってそんな、うん、一切ないですよ、別に、ね、妬んでるでしょ、ネタにしてるわけじゃないですか、うん、そのなんですかね、うん、ネタにしてるっていうのもなんか、うん、もう勝手に決めつけじゃないですか、そのさっき、うん、エッグ朝が自分で言ってたように、何決めつけって、なんか決めつけた俺だからその浪人がなんか、うん、その生産性がないとかなんか、うん、生産性はないもん生産性はないもん、生産性を生むために、生産性を生むために今準備してる段階でしょ、浪人生って生産性はないでしょ、結果っていう意味では別に大学受かってるわけだし、うんうんうん、だから受かって入学してないんだから生産性はないよ、そこにも、うん、ゼロのまんまだよ、うん、
ゼロのまんまでしょ。これをちゃんとさ、理解して反省した方がいいと思うよ、普通に。ああ君はバカにする大学かもしれないけど、俺は一応大学出てるし、バカにする筋合いもないんだよ、君は。 AO も受かってどっか行ってるわけじゃないんだからね。それわかる？わかる？そのなんか笑い声出してさ、余裕ぶっこいてるように見せてるけどさ、終わってんだよ今君やってること。わかる？何にも優位なとこにいないんだよ。うん、何にも優位なところにない。生産性も何もかもだよ。何もかもで別に君は俺に勝ってないと思うよ。うん、人間として何か勝ってるとこある？どう？エッグ屋さんに勝ってるとこですか？うん、だからまずその生産性っていう、そのじゃあ勝ってるとこある？勝ってるとこある？もうコメントでも君の負けになってきてるけどさ。うん、ごめんな、22歳で。もうでも22歳だもんな、高校生じゃないんだからさ。なんか勝ち負けの勝負なんすか？だから聞いてんのよ、まずどっちも負けとか、どっちも負けとか質問に質問で返さないでさ、質問にはちゃんと答えで返してよ。うん、いやでもさっきコメント見ないって言って、うん、普通になんかコメント無視しろって言って、うん、なんか自分であ、じゃあごめんなんかコメント、うん、だけどコメントをなんかそれじゃなくて今言ってんのは君が勝ってるとこどこかあるのかってこと。それコメントからあの拾ってきた言葉じゃなくて俺の言葉で言ってんの。もう答えらんないから負けでいいね。勝ってるとこ一個もないで。うん、最後さ捨て台詞とか残して逃げるのだけはやめてね。もう話すことねえわとか話すことねえわとか、お前バカだからもうやってらんねえわっつって逃げんのはやめてね。それ先に言っとくわ。更新がなんか上がろうとしてるみたいですよ、うん、リクエストできるのって。上がんなくていいって。もう一人で喋れないってことね。終わりね。一人で喋れないってことでいいね。いいっすねっつったね。だ君の負けだ。それでいいな。終わった。逃げちゃった。